サッカーの基本カウンターが得点機会が多いのは、なぜカウンターの種類と有効性。サッカーにおいてカウンター攻撃は非常に効果的な得点機会を生み出します。カウンターの種類とその有効性について詳しく説明します。カウンター攻撃の基本。カウンター攻撃とは、相手が攻撃から守備に切り替わる瞬間をついて、少ない手数で素早く攻撃する戦術です。カウンターは、相手の守備が整っていない状況を利用するため、ゴールにつながる確率が非常に高くなります。カウンター攻撃の2つの種類、ロングカウンター。ロングカウンターは、自陣に引いて守備を固めた後、相手が攻め込んできたところで、ボールを奪い、ロングボールを使って、相手守備の裏に出す戦術です。相手のディフェンスラインが高く押し上げられているため、背後のスペースを有効に活用できます。ショートカウンター。ショートカウンターは、高い位置でボールを奪い、すぐにゴールを狙う戦術です。相手がポゼッションから攻撃に転じようとする瞬間に、ボールを奪い返し、守備が整わないうちに、素早く攻撃を仕掛けることで、得点機会を作ります。カウンター攻撃が有効な理由。カウンター攻撃が有効な理由は、攻守の切り替えが最も重要なタイミングであり、相手の守備が整っていない瞬間を突くことで、大きなチャンスが生まれるからです。特に、ショートカウンターでは、相手がポゼッションを保とうとしている瞬間に、攻撃を仕掛けるため、ゴールにつながりやすくなります。結論。カウンター攻撃は、サッカーにおいて、最も得点機会を生み出しやすい戦術の一つです。ロングカウンターとショートカウンターの2種類を使い分けることで、相手に対して効率的に攻撃を仕掛けることができます。サッカーの試合では、このカウンターを効果的に活用し、得点チャンスを最大限に引き出しましょう。